みんまとワイシみんまとワイスレッこ、どうも、草人です今日も草人チャンネルやつのとこで俺さ、結構昔からさ、マリメ自警団団長って言ってマリメ界にはびこるクソガヤコミキッズを淘汰するためにさ、このね、自警団やってるわけだけどね。俺ね、ちょっと前に性格診断やった時にさ、俺 MBTI 討論者ってやつな、かなったんだけど、そこに書いてあったのが俺ね、元来の挑発好きらしいんだよ。ごめんみんな。俺クソガヤコミキッズの方だったわ。マリメ自警団の方じゃなかった。そっちの方が合ってるみたいですよね。今日も草人チャンネルやつと草人チャンネル、なんでバトコするとこあってすぐにクソガヤコミキッズが釣れんだバカ。誰がどうも草人です。お前面白くねえぞ。ただ同じに入ってくるの。この後面白い展開とかをさ、いろいろやってくれんだろうな。マジでつまんねえ。取れたかもね。クソガヤコミキッズだったらマジでね、無言でブロックしてやっからな。おい、けけけけけけけ弱え。でもめちゃくちゃ遅えじゃん。いや、あまりね、必要なかったわこいつ。うわ、最悪。うわ、最悪。マジでさ、マジでさ、こいつ絶対さ、マジでさ、うわ、これでこいつ使うとかマジでねえぞ、マジでねえぞ。どっかで落とされる場所ないかと。ねえ、これ確かキノコ取れなかった。危なかった、マジで積むとこだった。今のさ、キノコ取ってなかったら、うたつ取られたら進んで、積んでてさ、うわ、先に行ってキノコうたつ取れなかった。はい、ごめんね。いや、でもこれだと意味ねえよな。意味ねえよな。はい、ごめんね。はい、1。オッケーオッケー。このままあれ、このままあれやけ。ちょ。キノピオ早く来い。そう俺はね、ゴールすんぞ。あいつ来る前にゴールすんぞ。あいつ来る前にみんなにゴールすんぞ。ルイジ早く来い。マリオ間に合うな。こっちに来てください。ルイジも煽ってる。草人チャンネル、またさっきのどこにでもいるクソガイコミキッズはルイジでございますけど、お前マジなんなんこいつ、マジで、お前、ほんと勘違いすんの、お前な。そこら辺に転がってる石と、お前、マジなんだよ、お前。何の価値もねえんだと言っとくけど。俺がこうやってね、ネタにしてやっから、お前もしかしたら輝くかもしんないけど、お前は、いけ。ただ、路傍の石ってこと、お前。いけ、勘違いすんな。まずいな、だ。な、バカ誰か。だ。もう最悪。うわぁ、最悪、この場とこ前もやったことあるけどさ、めちゃくちゃやりづれんだよな。オッケー。路傍の石石に負けてんじゃねえか、まずいぞ。ちょ。これどういうこと？あ、こっちにクレーン入れてから、あ、打ってきた。路傍の石石が打ってきました。うーわ、何これ、わかりづらい場とこ作るんじゃないわか、誰が。いや、絶対さ、こいつ絶対いるさ。草人チャンネル、またさっきのね、路傍の石石が今回またルイージでございますから、絶対勝ったのかな。ちゃんとね、今回ばかりはね、俺がしっかりと、くん、気持ちいい。俺のこと邪魔しようと、さまがヒップドロップで俺のこと落とそうとね、死んじゃったんだね。実力足りてない。あいつは S ランクだからね、まだまだ実力は全くですよ。でね、絶対粘着してくるから、こういうところでね、しっかりとファイヤーとか取ってった方がいいと思うんだよね。あ、ちなみに本名、リュータマンっていうらしいんだけどね、ちょっとね、覚えづれし、クソつまんねえ名前してるからさ、今度から路傍の石石って思わない。あいつがもしもルイージ使ってなくても、路傍の石石ってあだ名で呼ばせていただきたいと思いますね。よかったら皆さん覚えて帰ってください。それだけでも、それだけ、俺の名前、クサヤ人って名前はどうでもいい。路傍の石石、それだけ。この動画見てくれてる人は、それだけでも覚えて帰ってください。ということで、ちょっと待ってね。とりあえず、どっかに鍵があるから、それを探さないと、あ、赤コインか。これ赤コイン集めゲーだから、とりあえず赤コイン集めていかなきゃいけない。うわ、ちょっと待って、嫌な予感すんな。あいつ粘着してきそう。いやー、さすが知ってたか、あそこに裏はあること。これさ、お前、うち中勢な、ほんと、下手くそが、どっか行ったの、ボケ。でもあいつ、とりあえずあいつ勝つことどうでもいいと思ってんじゃん。俺殺すことに全集中してっからさ。俺はとりあえず、お前なんかどうでもいい。とりあえず勝たなきゃいけないんだから、俺は。レートはギター、あ、待って、ちょっとここ赤コーンやりそうじゃね。多分、うわ、そういう感じ、周回しなきゃいけない感じじゃねえか、これ。多分、もう一回戻ってきた、あそこの箱。うわー、マジかよ、そう。スタート戦もどこだ。とりあえず、あそこのフラワー取れねえからさ、キノコ取っていきません。これで、確実に、これね、勝負で勝てたとしても、あいつに殺されたら終わりなんだよ。一回でもあいつにね、多分ね、殺されると、あいつめちゃくちゃ調子乗ると思うからね、それだけは絶対に阻止しなきゃいけない。これだけは阻止しつつ、ここの赤子に最後かな。なんかそんな気がするよね。ここ、うわ、ほら、お前さあ、赤コイン取ることに集中しろ、まず。で、ちょっとまずい、これさ、もしかして、え、うわ、待って、やだ、サクシーじゃねえかよ、じゃあ、3分で。気持ちいい。
今のは気持ちいい。たまたまだけど今のは気持ちいい。もう誰でもいい、誰でもいいからゴールしようぜ。あいつだけゴールできないパターンにしたい、したいところ。せっかくなら俺が勝ちたい。よーし、あ、ごめんね、ゴールしちゃってごめん、ね、あれルイジ様だ、こっちに来ないのかな、協力どうするのかな、こっちに来てください。草人チャンネル、みんなまたロボの石井、今回はねキノピコだからみんな勘違いするんだな。ルイージじゃねえからな、みんなロボの石井って名前だけどルイージじゃねえからな。にしてもさっきはノージルドピュッタ気持ちよかったなみんなね。ノージルドピュアジュー、やノージルドピュアジュードピュ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 、あ気持ちいい、ノージルドピュアジュー、ノージルドピュアジュー、やノージルドピュアジュードピュ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 、ノージルドピュアジュー、ピュ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 、あ気持ちいい。あ、いい歌ができました。ノージルドピュア人の歌でございます。みんなよかったらね、天才クサージンの歌ね、天才クサージンの歌じゃねえわ。なお前、ちお前さ、俺は気持ちよく話してんだから、こっち来んなよ。みんなよかったらノージルドピュア人の歌ね、学校やら会社やらで、ね、よかったら 歌ってください。朝一、みんなまだな、挨拶、おはようございますの代わりね、みんな、会社でもね、教室でもいいから、みんなが、大体みんながいるところに入ったら、急に戸を開けて、ノージルドピアジ、あ、ノービルドピアジ、気持ちいい、ノージルドピアジ。一言、よろしく、オッケー。これ完璧じゃない？うわな、いるし、もう、勝手に落ちていきました、下手くそが。気持ちいいね、これまた、ノージル。ドピアジー、あ、ノージルドピアジー、ありがとうかい。草人チャンネル、みんなロボの石井寺、またキノピコだぞ。俺がルイージだから、なんか俺がロボの石井寺っぽい感じだけど、キノピコだからみんな勘違いする。俺と間違えちゃう。ちょっと待って、これね、とりあえず、ヨッシーは絶対取ってこい。多分ね、あいつがだいぶ邪魔してくると思うからね。何これ、どういうこと、え、あれか、ヨッシーとかけっこする子ってことかな、そういうことやな。ってことはどうすればいいんだ。いや、マリオにだいぶ行かれてっけどさ、上がでもこっちさ、ヨッシーの行くルートだよね。本来こっち側がヨッシーの行くルートだとは思うから、あー、やっぱりそうだよな、そうなっちまうよな。ってことはよ、これさ、下ルートから、うわー、ちょっと待って、リュータマンじゃねえ、あれ、リュータマンって本名呼んじまって、ロボーの1位置がさ、前の方に行ってっからさ、まずいぞ。あいつが1位とか一番最悪のパターンだからな。頑張りましょう。お前、煽ってる余裕あんのか、お前は。どうせ抜かされんだって、こういう、テクニック構成お前が勝てるわけねえな。下手くそなの。うわ、うっぜー。でもこいつ、こういう駆け引き弱そうな。あせえ。脳みそがすっからかんが。うわー、これどうしよう。あ、じゃ、もう一回戻らいける気がする。うわ、ちょっと、こいつの方が先に戻ったらまずいから、こいつが来た瞬間に一回、表面に、ちゃ、裏面に戻りますね。それで、こいつがもう一回、裏面に来たところで、うわ、これで、多分ね、あ、これも意味ね。はい、来ましたー、こういうところも、知性が必要なんだ、バカ誰がクソガイコメキスが。